中目黒アトラスタワーは東京都目黒区にある高層マンションである。上目黒一丁目地区再開発事業によって2009年に竣工し完成した再開発地区全体には中目アルカスとの愛称が命名されている。地上45階、地下2階建ての超高層マンションであり、中目黒駅の駅前再開発の中心施設として2009年10月に 完成した。高さ164メートルは、目黒区内の建築物として、最高層であり、中目黒地区のランドマークとなっている。10個の倉庫数は495個で、そのうち374個が地権者取得10個であった。10個の間取りは、ワンルームから 3LDK で、各個の占有面積は35平方メートルから128平方メートルである。 タワーの9階から25階まで合計196個は都市再生機構の賃貸住宅となっており建物完成の翌月である2009年11月から賃貸住宅の運営が行われているタワーの6階以上はすべて10戸となっており完成時には UR 賃貸住宅以外の部分が地権者取得分及び分譲マンションとなっていた タワーの1階から5階までの低層部分は、テナントビルとなっており、コンビニエンスストア、セブンイレブンや低価格イタリア料理店、サイゼリーや、水穂銀行のほかイーニア薬局などが入居している。レジデンス部には共用施設として、コンシェルジュサービスゲストルームパーティールームスカイラウンジがあり、居住者はこれらを自由に利用することができる。タワーの建築主は、 地権者らで構成される、上目黒一丁目畜子街地再開発組合で、分譲住戸の販売は朝日火星ホームズによって行われた。設計、及び再開発コンサルティングは、日本設計、指向は、鹿島建設、戸田建設、佐藤建設の共同企業体であった。再開発では、もともとは、住民が起案したものであっても、実際の開発時には、 大手のデベロッパーが実主導権を握ることが多い。しかし、上目黒一丁目地区の再開発においては、住民主導が最後まで貫かれた点が特色である。目黒川と中目黒アトラスタワー再開発が行われる。以前の上目黒一丁目地区は、中目黒駅前にもかかわらず、公共空間がなく、歩道が狭い、土地の有効利用、高度利用が行われていない。 老朽化した木造住宅が密集した地区があるなど多くの問題を抱えていた。このために初めは1982年、地区住民らによる上一町会町づくり協議会が発足し、1988年には中目黒駅周辺地区整備構想が作成された。1990年には上目黒1.2丁目地区市街地再開発事業、 基本計画作成との一体開発も模索されていたため共同の計画となっている。その後、2000年8月に第一種市街地再開発事業等の都市計画が行われ、2003年2月の上目黒一丁目地区市街地再開発組合の設立認可を経て、2005年頃から既存建物等の解体工事が始まり、2007年1月に 施設建築物等工事が着手された。再開発事業の地区は、面積が約1.4ヘクタールで、土地所有者64名、借地権者31名、建物所有者6名、借家権者158名、合計259名もの権利者がいた。事業はこれら権利者を中心とする、上目黒一丁目地区市街地再開発組合を事業主とし、 都市再生機構と朝日活性ホームズが組合員として参加して行われた。中目黒アリーナ再開発によって建設された複合施設全体は中目アルカスの愛称で呼ばれる。アルカスは中目黒のシンボルである桜を後ろから読んだものであり桜を歩かす。つまり桜で有名な中目黒、その目黒川沿いに。 皆さんに歩いてもらうという意味が込められているとされている。現在、中目アルカスとなっている、上目黒一丁目再開発地区は、東を目黒川、西を山手通り、北を中目黒駅、東急東横線、南を駒沢通りに囲まれた一帯の大部分を占める。中目アルカスは、中心となる中目黒アトラスタワーのほか タワーに隣接する3階建ての商業施設、中目黒アトラスタワーアネックス、最も、中目黒駅寄りにある、中目黒アリーナ、筑南端の区営住宅、上目黒一丁目アパート、駐車場や広場などで構成される。中目黒アリーナ以外の3つの建物は互いに、地下でつながっている。13階建ての住宅棟、合計63戸は、目黒区による、区営住宅、 上目黒一丁目アパートとして、目黒区内に一年以上居住している、低所得者向けに提供されている。中目黒アリーナは、高架駅である中目黒駅に隣接しており、地下1階から地上5階までは飲食店を中心と、する店舗、6階から12階までが住宅となっている。この中目黒アリーナは、主に再開発事業の権利者用に建築されており、他の建物に、 約半年先行した2009年3月に開業した。物件概要中目黒アトラスタワー賃貸マンション、情報サイト総愛不動産、2012年5月3日、閲覧中目黒駅前、都心をくツログランドマークタワー、中目黒アトラスタワー IUR 都市機構のウェブサイト、2012年5月3日、閲覧。 アトラスタワー案内中目アルカスのウェブサイト、2012年5月3日、閲覧、中目黒アトラスタワー中目黒、アトラスタワー賃貸募集サイト事業に関わったものの、ブログ、2012年5月4日閲覧事業概要、第一種市街地再開発事業上目黒一丁目地区の、ウェブサイト、2012年5月1日閲覧 A。 BCD 施設建築物の概要第一種市街地再開発事業上目黒一丁目地区のホームページ2012年5月1日閲覧施設のコンセプト中目アルカスオフィシャルサイト2012年5月4日閲覧 AB 施設案内中目アルカスのウェブサイト2012年5月3日閲覧アネックス案内中目アルカスのウェブサイト2012年5月3日 閲覧区営住宅の申し込み資格、公的住宅の申し込み目黒区のウェブサイト、2012年5月3日、閲覧 AB 中目黒アリーナ中目アルカスのウェブサイト、2012年5月3日閲覧。ありがとうございます。